63キロリミットの戦いです。ライト級は 62.5 キロリミット、ですから佐藤義弘さん、はい、そこを睨んでという当然の戦いということになるわけですね。そういうことになりますね。まあゴンナパーもそうですが、岩崎選手もかつてその攻撃力をクラッシュで見せてくれたファイターですよね。はいはい、岩崎という選手は僕本当 K1 クラスとか上がる前から注目していて、もう非常にいい選手ですよ。はい、もともと静岡なんですよね。そうですね、あの J ネットワークのスーパーライト級王者であったり、はい、S バトルライト級王者に輝いています。ここまで26戦して20勝9つの KO 勝ちがあります。そして矢口哲夫トレーナーについて、また全ての面を磨いてきたという青いグローブ、オーソドックススタイル岩崎。ただね、いきなり大魔神のゴンナパーっていう、ね、きつい相手だと思いますよ。熊田さん、はい、そういうところも含めて本当に両者楽しみですよね。そうですね、ゴンナパー選手この間戦ってるの見たのに、またリングに上がってると思って、どういう体なんですかね。ですね、まあ、4月、6月、8月と今年は戦いを連ねています。でも今ももう佐藤さん、お互い強度ありますね。あります。で岩崎のさっき左内側のパンチいいですよ。はい、それ顔面に届いた拳、届いてます。はい、タイミングを待ってますね。はい、ラウンドを追うごとに相手も慣れてきちゃうんで、このラウンド試合の序盤にリズムが合ってないときに、ああいう奇襲的な攻撃は、ね、非常に有効です。まあ、ゴンナパーのリズムに合わせたくはないですよね。はい、これリズムをいかに撹乱するかですね。はい、左ミドルから左ストレート。もうゴンナパーも K1 ルールの中でムエタイスタイルを確立してますから。そうですね、まあ、それもあってもうすべてムエタイナンバーワンというふうに常にアピールしています。まあ、左ストレート攻撃力対決。元々、はい、佐々木選手が大蔵選手とか佐々木大蔵選手とか、はい、アンボルキア選手に勝ってるっていうのですごい技術も良いと思うんですが、この5年のブランクってどうなんですかね。こんなに空いてしまって、まあ、やっぱり、マイナス面もありますけど、ミドルキック、はい、でも細かい怪我とかはほとんど治ってると思うんで、そこら辺ですよね。リフレッシュした感じでは戦い臨めると思います。まあ、いいとこと悪いところがありますね。現在28歳です岩崎。まあ、対してゴンナパーは29歳。実戦の勘というのはやっぱりリングに立たないと戻らないんで、スパーではどうにもならないですね。まあ、それを今どうでしょうね。あ、でもちょっと痛感しているか岩崎。はい、ゴンナパーは追い込んできました。はい、ゴンナパーの選手の圧力が強まってきましたね。はい、そうですね、まあ、白鳥大樹選手との一戦、その時と同じウエイトです。アンダー63キロ。左ストレート、さらに左インロー、ボディをえぐるようにすると左の拳、ゴンナパー、また追撃、ミドルキックも強烈、相手のローキックもカットしています。左ミドル、まあ、ムエタイのイロハのインから、左ストレートだ。岩崎崩れた第1ラウンド、あと25秒あります。佐藤さん、捉えましたね。捉えましたね。左ミドルからの左ストレートがもう非常にタイミングだった。まあ、何発もそれを多くしていた最中でしたね。はいはい、このラウンドであとは決めてしまうのかどうか。いやいや、耐えてみせると岩崎、勢力図を塗り替えると、この K1 ライト級乗り込んでまいりました。左スピード十分、ダメージはどうか。その直後第1ラウンド終了です。あのハイキック最後食らいましたよ。ダメージありますよね。はい、あれは鼻かなんか折れたかもしれないですね。わあ、そこまで。さあ、そしてスペシャルラウンドガールは篠田麻里子さんです。まあ、第1ラウンドがありましたからね、こうしてこの試合に登場してくれたということになりましたが、気になりますね、佐藤さん、岩崎のダメージ。そうですね、最後のハイキックも当たりが浅いように見えたんですけど、変な音したんで、まあ、ダウンシーン一つあって、これタイミングバッチリですね。あれは左の蹴りから左のストレートっていうのはやっぱり判断しづらいですか。まあ、でもキックボクシングの基本の技ではあるんですよね。はい、ミドルからのストレートは。まあ、その後はハイキックでこう鼻を顔面を捉えたというゴンナパーの攻撃ありました。チェック入ってますね。あー、ダメだダメだ、速攻できない。ゴンナパーウィラサクレック、これも少し変則的な時間差の決着ですが、
大いに凄みをアピールしています。最後の動きなんですかね、やっぱり変な角度で当たったんですね。負傷で試合続行不可能と判断されたため、この試合赤コーナーゴンナ・パーエラサクレク選手の試合続行は不可能。これにより勝ち時を挙げたのはムエタイダイマジンことゴンナ・パーエラサクレクです。強い、もうずっと全盛期ですね、ゴンナ・パー選手ですね。まあ、一時ゴンナパー選手もリングからは離れていたんですがね、日本に戻ってきてまたメインストリームに帰ってまいりました。本人はライト級もですが、スーパーライト級も視野に入れてるって言ってました、っていうことは65キロなわけですけれども、この強打があればというゴンナパーですね。佐藤さん、はい、改めてちょっとこう身震いが来るような結末ですね。本当、ね、大魔神の圧巻って感じがしましたね。いや右フック出るかなと思ったら足でしたね。そうですね、岩崎もいきなりゴンナパーだったんで、またぜひ再起を図っていただきたいなと思います。そうですね、傷が浅ければいいですね。伊藤七重様です。いやいや、そしてまた涼しい表情に戻っています。熊田さん、いつも本当にこう笑顔の優しい青年ですもんね、はい、そうですよね。このリングの上とのギャップもまたいいですよね。そうですね、攻撃力対決で負けないとアピールした岩崎宏と、決心決意の自信の K1 だったわけなんですが、その思いを打ち砕きました。さあ、それにしても佐藤さん、はい、ここからのライト級戦線、それからゴンナパーということになりますね。ぜひ出てください。そうですね、やっぱりゴンナパーはやっぱり強いですし、でもあとはその与田選手もすごいし、でこれが、ね、与田の宣戦布告で朝日さんも怪我の治りが少しは良くなると思いますから。そうですね、あとはもう本当群雄割拠そのものですね。まあ、今日はまたライト級戦線でいろいろな事実が見えましたね、うん、なんか僕今日だからこれがなんかトーナメントの1回戦みたいに感じて、はいはい、勝った人がこれまた戦ったら面白そうかなと思いますけど、それを佐藤瑞希選手がコメントしていたんですね。あ、そうですか、でも与田対ゴンナパーなんて絶対見たいし、面白そうですね、はい、熊田さんもゾクゾクしますね。そうですね、ライト級本当に好きなので。あ、そうですか、はい、他にも出てほしい選手たくさんいるので、はい、まあ、本当にそうした層が厚い階級でもありますからね。チャンピオンの傷が癒えて、その直後からまたそれぞれのファイタースタートダッシュが始まりそうです。で少し微笑みを浮かべるそんな表情になっています、ゴンナパー選手。マイクはありますかね、これはどうでしょうか。あ、今マイクを持ちます。สวัสดีครับผมกองนภาเรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาให้กำลังใจแรงเชียร์ทั้งอยู่ที่นี้แล้วก็ทางบ้านครับครับこんにちは、ボンナパーウィラサクレックジムです。今日は僕を応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。ครับผมไฟต่อไปก็อยากจะชิงแชมป์กลับคืนมานะครับเพราะว่ารอมานานแล้วครับขอบคุณครับอาริกาโตไซมาซะ次回はぜひタイトルに挑戦したいと思ってます。ずいぶん長い間待ってます、よろしくお願いします。ありがとうございました。与田祐希のインパクトの後はムエタイ大魔神でした。これも圧巻、もう言葉はいらないでしょう。ゴンナパーウィラサクレック、それでは、下野アナウンサーとのフォトセッションに移ります。
選手大賞。